はい、これは一度のボイスブロックじゃないですか。ね、PQ 時間が 0.2 秒以上。これは一度のボイスブロックですよね。そういう波形になるんですよ。もしかしたら一度のボイスブロックはスローパスエを通っている可能性があるということです。これは分かりませんよ。これは調べないと分からないんですけども。ね、だってそこにはもう我々は2つの回路を持ってるわけですから。ね、ファーストパスウェイがもしかしたら切れてるかもしれないというふうに考えられるということですね。はい。DSVP、超合点でした。本当にすごいです。と称賛されたセミナーで、頻脈に困らなくなります。こちらのセミナーが書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口創始ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。このセミナーのゴールです。この PSVT をですね、理解する。これはもう当然です。どういうレベルで理解するか、上質品格ですね、説明できる人になると。はい。まずですね、数で分解します。次に図を使って分解していきます。それで、ね、今度は描いて分解していきます。で、この PSVT を理解する。それがですね、今回のセミナー。まず今日ですね、PSVT というものをやるんですが、実はですね、PSVT という性格はありません。PSVT というのはですね、ただ単に名前です。心電図を読めるようになるためのセミナー、谷口創始のセミナー、心電図のセミナーを受けたことある方をですね、対象としておりますので、そこはですね、あの基本的なところは今日はやっていきません。今日はこの PSVT に関してやっていきますので、もしですね、まだ谷口創始のセミナーを受けたことないよ、性格、特に性格ですね、受けたことないよと言われる方はですね、こちらもですね、実行してみてください。SVT 何種類か3種類です。AT、AVNRT、AVRT この3種類なんですよ。AT と言われるものは臨床で出る確率 10% です。AVNRT どのくらいの頻度で出ますかというと 50%、 そして AVRT に関しては 40% 出ると。 AVNRT と AVRT ですね、 90% 占めるわけですよ。 PSVT と言われたら AVNRT と AVRT をこの頭に連想できればもうそれで、はい、臨床では十分やっていけると思います。やるポイントとしてはここをやっていけばいいんです。心電図が得意な方、確率としては2分の1なんです。作れるみたい。さらに図で分解していくと、この図が出てきました。これですね、実は、この方が書かれてます、医療系クリエイター、酒井。図で分解すると、こういうイメージになります。はい。これもあります。AVNRT は、ね、これもありますよ。AVNRT は大きく回りますよ。これが、この図で分解した形になります。描いて分解していきましょうと。AT ですね。これが心房頻拍と。PSVT はですね、ハートレートが160から250ぐらいなんだよ。回路同じ速度で回るので、回れない感覚はレギュラーになるんだよ。上質性なので、QRS の幅も狭いよ。そして、発作的に起こるものを PSVT。はい、それではこれからですね、描いていきますので、ペンの準備は大丈夫です。AT の話はここで終わりになります。こっから本題に入っていきます。いきますよ。AVNRT って一体何ですかということは、先ほど言った、防湿結節リンプリ性頻度です。今度は防湿結節の話です。はい、ぐるんときて、両方回す、はい、ぐるんと上がる、ぐるんとくる、こうなりますね、はい、これは不応気が、不応気があるんですけども、不応気がね、来たときにですね、不応気からですね、出してしまうんですよ、これが続くと、AVNRT になるということですね。こういう2つの場合があるんですけども、数的に言うと、こっちの方がですね、もう 90% 以上占めてしまうので、もうほぼこれだと思っていただいて構いません、スローファーストの場合です。防湿リエントリー性頻拍、ここでぐるぐる回ってしまうと。これが順方向です。はい。この検討速を通って順方向に回りますよ。ということなんですね。じゃあ、ここで心電図を描いてみましょう。これが分かったら心電図どうなるかということですね。これが問題の8です。問題の8。逆行性です。はい。検討速を逆に通ったとき。じゃあ、このときにですよ。このときに、これが成立したときに、どういう波形になりますか？さっきと違いますよ、今度は。このデルタ波を持っている心電図。これ特徴的ですね。これが WPW 症候群と。そうですよね。PSVT を読もう。そういう努力はですね、もうやめてください。はい。ここまで来て、もうどんでん返ししますけども、やめてください。言いましたよね。不整脈で一番大切なことは何ですか？これ、ここで言ってます。不整脈を読むので一番大切なこと。これはですね、窒息不整脈を見逃さないってことなんですよ。わからないものを全部 PSVT って言ってました。その通りなんです。結局、結果論なんです。PSVT がどうか。